熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。昨年のロアッソ熊本の躍進はサポーターだけでなく熊本県民やサッカーファンに感動を与えてくれました。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。いよいよ今日、ロアッソ熊本が明治安田生命 J2 リーグの開幕戦を迎えます。アウェーで栃木 SC との試合に挑む監督と選手に意気込みを聞きました。ずっと言ってますけど、もうワクワクしてるから楽しみでしょうがないですね。チームの仕上がりとしてはどうですか？悪くないと思います。もちろん完璧とは言いませんけど、選手はしっかりやってくれてますので、ね、心配ありません。まあ、シーズン開幕のところまでの逆算は全く問題ですよね。その先の伸びしろっていくらでもありますんでね、まあ、よく、まあ、大体何パーセントですかとかよく言ってますけど、終点はないわけでね、終わりはどん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 いくわけですので、ね、ただシーズン始まるまでの逆算に関しては問題ありません。はい、そうですね、まあ、だんだんこう開幕の日に近づくにつれて、だんだん体のコンディションっていうのはすごいいい方向になってると思うので、自分の中でいいパフォーマンスをして、もっといいコンディションでこう開幕に臨みたいなと思います。まあ、昨シーズン僕はいませんでしたけども、昨シーズン以上のこう躍進だったり、もう自動昇格狙える位置に行きたいなと思います。去年、まあ、J3 ですけど2桁得点取るっていうのを目標して、まあ、達成できた部分があったので、まあ、J2 の舞台でも2桁得点以上取れるように頑張りたいなと思います。やっぱり試合の中で開幕してからも成長していく必要はあると思うんですけど、ただ開幕戦から勝ちに行けるような準備はできていると思ってます。やっぱり立ち上がりから自分たちの熊本らしいサッカーをして、見ていて面白いと思ってもらえるようなサッカーをしていきたいです。今シーズンは昨シーズン達成できなかった J1 昇格を目指して戦うシーズンになると思うんで、そこは絶対にぶらさないようにチームとしてやっていきたいと思います。たくさんスタジアムに足を運んでもらって、ぜひ自分たちと一緒に戦ってほしいです。スタジアムに来てですね、我々にも応援してください。頑張りますので、ぜひですねスタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。栃木 SC との試合は今日午後4時キックオフです。2月14日に J リーグ開幕を盛り上げるため、2023J リーグキックオフカンファレンスが開催されました。イベントには J1 リーグの18クラブからチームを代表する選手たちが参加し、今シーズンにかける思いを話しました。まあ、ワールドカップを経験した身として、ピッチの中で見せるということはもちろんですけど、ピッチ外でもしっかりと J リーグの魅力というものを発信していきたいなと思っています。J リーグは今年30周年の節目を迎えます。30年目のリーグ開幕を前に、野々村義和チェアマンがインタビューに答えてくれました。10クラブから始まったものが、まあ、今はもう60になるわけですよね。で、60クラブ以外にもまだまだ上を目指したいと思っているクラブがたくさんあるということは、もう日本中どこでもそのサッカーの入り口があるということなので、まあ、そこが一つですね。で、それから10クラブで始まった当初、華やかさはありましたけど、今のようにそのクラブのサポーターとかパートナーが今と同じようにクラブを一緒に成長させていくんだ、それを楽しむんだっていう人が30年前にいたかというと、そんなに数は多くなかったと思うんですよ。まあ、でも今はもう60クラブそれぞれに
サポーターもパートナーもその地域を一緒にこのクラブを作ることで盛り上げようと思ってくれている人たちが多いので、まあ、その点に関しては本当に成長したなと思います。サッカーの楽しみ方ってやはり一緒になって作っていくことだと思うので、まあ、そこに気づいてくれた人が多いのはすごく嬉しいことですし、今これからもっと増えていくと、もっともっとこうサッカー文化というかスポーツ文化が根付きやすくなるのかなとも思います。やっぱりいつもサポートしていただいているからこそロアッソが去年もあと一歩ところまで、まあ、クラブとしてもきっと成長していると思うんですよね。で、まあ、特に近くにいつもいてくれる方はもうクラブの一員だと思いますので、一緒になってこういい空気をスタジアムで作ってもらって、熱量のある空気を作れば作るほど選手は伸びるし、それを見たいという新しいお客さんも増えるはずなので、まあ、一緒にこう盛り上げていきながらサッカー文化を作っていってほしいなと思います。 J1 昇格に向けたロアッソ熊本の新シーズンがいよいよ始まります。皆さんも一緒に盛り上げましょう。2月11日、2022年度熊本県少年サッカー選手権大会の準決勝と決勝が行われました。今回は準決勝の様子をダイジェストでお送りします。まずはロアッソ熊本ジュニアと FC ビッグウェーブの試合です。決勝に駒を進めたのはロアッソ熊本ジュニアです。九州大会に行けるってことは決まってるんですけど、まあ、もう行くとしたら優勝していきたいんで、まあ、絶対勝つ気持ちでやりたいと思います。続いてはサンズ交差とソレッソ熊本 U12V の試合です。両者一歩も譲らず試合は延長戦へ。試合が動いたのは
延長後半終了間際でした。決勝に駒を進めたのはソレッソ熊本 U12V です。目標は優勝しかないので、次戦は絶対勝って優勝して県大会を終えたいと思います。次回は決勝戦の様子をお送りします。ここでロアッソ熊本からのお知らせです。ホーム開幕戦となる2月26日、ブラウブリッツ秋田との試合のチケットは現在販売中です。スタジアムでロアッソ熊本を応援しましょう。また試合当日は混雑が予想されますので、スタジアムへは公共交通機関またはパーク&バスライドをご利用ください。パーク&バスライドは豊島ふれあい広場から無料の送迎バスが出ます。こちらは2月24日までに予約が必要です。また JR 熊本駅と光の森駅からシャトルバスの運行もあります。 JR 熊本駅からのシャトルバスのご利用には事前予約が必要です。 JR 光の森駅からは臨時シャトルバスが増便されます。パーク&バスライドとシャトルバスには利用特典もあります。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。熊本のサッカーの未来のために行こう熊本。